お疲れ様です。今日ですねこちらバルフリやっていきます。というわけでシーズンも終盤でなんと残りあと5日ぐらいしかなかった気がするんですね。はい、5日と、まあ、1時間というわけで本当終盤オブ終盤なのでトラゲしていきます。でまあこのデッキはねもともとがボーラーインドラかな。そうボーラーインドラでその枠がフェニモン。いやーマジここ最近フェニモンしかいないんですけど、まあ強いからしょうがないっすね。結局もう本当にしょうがない。うん、やっていかない、使わなきゃ。というわけで基本的な立ち回りはもう守ってカウンターですね。まあ、あと8枚ランバルしてから守るっていうパターンの2パターンかな。結構シンプルで、なんか元々のボーラーインドラのバルフリも結構なんか人気なんですよね。日本ではねそんな使ってるプレイヤーがいない。そう、そこまで人気ない。海外だとなんかめちゃくちゃ多いんですよね。そうなので、まあ、バルフリはおすすめではありますね。ほんと守ってカウンターするだけなんでシンプルですね。で相手も何も出してこないんで待ちますか。のんびりゆったりゴロゴロ待ちます。はい、耐えます。で、まあ、このデッキは環境がやっぱフェニックスなのでフェニックスボムタワーディカポイとか、まあ、なんかフェニックスだけとかフェニックスロケホだけ、フェニックスマジアチャだけで施設ないだとか、まあそういう環境に刺さってます。はい、でも環境から全く違う、なんだろうな、それこそ遅延スケラとか、まあ環境かフェニックス入ってるやつ、なんだろうな、なんかもう全然違う。それこそロケットだとか来るとクロスとかね来るとちょっと嫌になるっすね。まあでもなんか文句のね反射でロケ跳ね返す、ファイブ跳ね返す、雪玉跳ね返す、タルババ跳ね返すとかがあるので、まあ、全然何があるか分かんないっていうね。こうパッと相性悪いのは何って言われたらちょっと思いつかないですね。まあ単体でザッピーとかですかね。そう、ザッピーぐらいはきついかなって。受けちゃおう。あー待って、やばい香りしてきたマジで遅延スキルやん。お主遅延スキラやろ。遅延スキラっすね。で遅延スキラはまあ普通に考えたら勝てねえじゃんってなるんですけども、あのなんかこのドラドラを頑張って貯めるとワンチャンあります。はい、マジでライドラがやっぱ残るんでね。ああこれめっちゃ美味しいな。マジめっちゃ美味しいっす。マジバリうまっす。でしかも固まれる。いやでもマジで痛いんですけど、こんな感じでドラゴンで攻めてからのが結構良かったりします。あのフェニックス生まれるのやだ。いやでも思ったより入らないんですけど、行かれても良かったんですけどね。けどまあまあまあ近畿道やっぱ施設トレーニングされるんで、そこの警戒っていう面では悪くないんじゃないですか。わあこれ被ったの渋いっすね。まあスケラをライドラで、さあ形作ったらね意外と相手もきつかったりする。さあちょっと行っちゃって、もうライドラを刺したらいいなんて。そうそう、もうライドラビリビリ。お近畿道あれはできない。熱々熱々熱々、いってらっしゃいいってらっしゃいいってらっしゃ い, しゃい。マジで、あライドラを残したいんですよ。最強なんです。これ怪しいな、このバルーン。マジで怪しい。キング起動される。あーやっちもうた、やっちもうたが一旦落ち着いていこう。さあこんな感じで、ライドラ最強です。お、これなんか熱いんじゃね？ものすごく熱そうに見えるんだけど、気のせいかい。もうなんかフリーズしちゃって、相手はね、暴行しなきゃ守れないと思うんですけど、
守れそう、守られそう。いやでも防ブイしなきゃ、やっぱこの防ブイしなきゃ、防ブイしなきゃ。やばい攻めてきた、やばい、めっちゃいいそれ。耐えて耐えて耐えなきゃ、耐えて。なんならバルーンが届いてくー、ライドラも。おい、さあ遅延スキルにも勝てます。まあバルーンは無理です、はい、ぶっちゃけ無理です。まあ、バルーン側がめちゃくちゃうまいか、逆もしっかり、チエンスケラ側が初めてチエンスケラ使ったぐらいじゃないと基本は勝てないんですけども、フェニモンだとまた話が別ですね。はい、まあ、フェニモンというか、まあフェニックスか、フェニックスがベビーとかだとねちょっと苦しい。まあでもこのバルフリーのメリットの一つでもあるかもですね、チエンスケラにこう、まあきついです、はい、もちろんきついです、はい、金起動されたら終わりなんで、ね、まあきついんですけど、ワンチャンがあるっていうね、ライドラフェニックスで。さあでゴブリンもキング起動最近多すぎてやばいっすよね。はい、マジで単体で流れただけでみんなキング起動してくるんですよ。そうフェニックスも流れていったらトルネで金起動されるし、最近のなんか強いんですけどデッキどれもすぐ金起動されちゃうんですよ。そうなんで気をつけなきゃいかれちゃうっす。あ、これウッドで怖い怖い怖い。さあ相手はロイジャイっぽいっすね。ロイジャイでこれファイボだったらもうライドラ生きるんでウハウウハウハなんですけど、ライトだったらおんって感じでしたね。サファイボなんでまあ救いではある。うん、さあ僕はねやっぱ序盤は攻めたくないですね。ランバル行ってもはダメージは通るんですよ。そう通るんですけど単純にカウンターで終わっちゃうんで、カウンターを止めれるコストがね2倍タイム3倍タイムだとあるんで、それまだ我慢する。一回気に入しよう。で固まって、え、ちょっと今の完璧だったくない、俺の中ではものすごい良かったんですけど。すごい集まってきてる。うわうまい、そのロイ、しかもファイブもあるもん。いやーもう一発入ってほしかったね。やべ変なボイした。なんで？まあファイブを使わせ、なんで？なあバルーン通るかなって不安だったのに。ランバーか、多分ランバーいたっすよね。さランバーがぶん殴って全然気づかなかったな。やば、だって3号あったんすよ左攻めるときに。そう3号と1200ぐらいで右行ったのに3号全部持っていったっすね。いかっちー。さあ文句がね耐えてる間のランバーゲーでしたね。文句なスキル使い忘れるんですけど基本使った方がいいですね。エリアード取られてるぐらいですね、使わない方がいいのは。ほんとダメージ入るんで。まあ、あと、金起動される可能性もあるんで、それは気をつけないといけないんですけど。って感じかな。さあ、待ちましょう。相手がね、こう、ディガーとか、フォグとか、ロイフォグとかね、来てくれるとね、すごい、こっちからしたらね、戦いやすいっすよね。
守るだけなんでね、本当にシンプル守るだけなんで、それまではもう休憩です、寝れます、出かける準備できます、相棒見れます。だから相棒見たかったのにとか見てたのに、いいとこだったのに中断して動画撮ってる。よいしょ。さあタルババアゴレさあ、これはまあライドラフリーズで耐えるかな。まあライドラフェニックスフリーズが理想っすけど、フェニックスないんで今。おい、うわー、見てはいけないもんが出てきた最悪だ最悪だ。バルーンフリーズなので、あのエリポーンが厄介ですね僕からしたら。まあ暇だし固まったか。マジエリポーン最近強いんですよね。なんかいろんなデッキに入ってる。じゃん。ああ、守ってくんすね、しっかりちゃんと。あ、いやマジでエリポン分のアドで踏み潰されますさあ確かにな、フリーズだったらエリポンきついっすね。全然エリポン頭いなかったな。さあ16秒、さあ高めのめちゃんこ高めエリポンでバルーン釣られるのかな。さあ釣られはしないがみたいなね。さあエリポンがきついんよと。エリポンとザッピーとぐらいか。でも逆にそんだけ、なんか三重子はその文句があるんで、文句で相手の三重子をこう反射して反射して意外と守れるようになったんですよね、ボーラーの時よりは。そう、まあなんで三子だったら、エリポンない三子だったら全然前よりは戦えるかもしれない。エリポンあったらあのもう、はい、体育が三種だけだったらいいんですけど、ね、最近の三重子はね、フェニックス三重子なんでね、三重子ないタイミングのバルーンやっつって攻めてもフェニックスあるよーってね、あのカウンターでエリババ添えられて U のヒースピーっつって終わるんでね。さあノクちゃん、この人はあれっすよ、もうドッグフード餌ってことですね。もうラバです。今世界トップ200で唯一ラバ使ってる一人、この人しかいません。はい、ナイトババのラバです、この人だけです。でしかもインディーだってイメージがあるな、インドラね。なのでマジライドラゲーだった覚えがあるんですよね。ああ、でも相手なんか立ち回りもちょっと独特になってきてる。でも学んでる。変に対空咲くとね、やばいっすね。咲かなくても。うわ、すげえ。ああ、これで、コスを使わしての、ケツラバが来んのか。ライドラ使わしての、ケツラバっすね。いや、うまいな。なんかナイトもあってディガーもあってみたいな、ちょっと特殊なラバなので、ラバ以外でも攻めれるっていうね。うん、ナイトがいる意味わかんないよマジでラバにナイト、どっから来たねんっていう。
さあ、まあまあゆっくりね。俺はこれなんかもう本当に相手の呪文的なやつもそんななんか大したことない感じなので、大したことないって言ったらいや、ザップ的な。美味しくね。うん、はい、ティンティン。あ、でも筋トレしてんのやべえか。うん、もうゴリ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 。しかも次もライダー回る。あー、そのババ追加うまいな。しかもディガも怪しい俺。あー、フリーズが強い間違いなく。さあフリーズからのフェニックス。いや強すぎる。あいのもにっこり満面の笑み、今日一の笑顔、過去一の幸せ、天国へ行ってらっしゃい、さよなら。うん、うい、気持ちよさそうだな、勝ってたらね。ほらー、本当に気持ちいいな。俺でした、やべ、ミスった。マジでスタンプやりたいだけ。はい、最後の話多いかな、こんなのばっか。うい、さあ飛びたそうな名前してんな。これ負けるとさすがに痛いので絶対勝ちます。手札マジ4コスと5コスしかねえってやべえやな。ドリーミングフライ、わあ、間待ってくんのか。ちょっちょ動いてほしいな。動く？喋ってつなげるよりプレイでつなげます。え？あー、もうね、もうつけ金、もうチンつけらやん、多いな。まあ、スケラーっすね。まあ、ザッピーかもしんないけど。まあ、引っ張る必要がねえか。さあ、あの墓石はありがてえな。こっち側のバルーンで釣られないんで、なんか生き毒になるな。よしよし、まあ守られはするんだけど、軽い爆破ぐらい。まあ筋肉起動されてないしみたいな。うん、さあさあさあ、もうタッチエンスキラですね。行きたくはないが、ライドラでスキラ防衛、まあ、なかったらランバータルでもいい。上は止めた方がいい。まあ、集中してれば負けないみたいなとこあるか。で、これっすね。このドラドラで攻めます。あー、でも相手の防御も素晴らしい。あ、でもなんかライドラ当たってる。にゃー、ねえ、ちゃんと言うです。わあ、最悪だ。まあ、これは一旦防衛です。スケラ撃たれてもね。いやー、でも相手もね、しっかり守ってる。で、ライドラにね、ポイズン決定ですよ。でも今のところダメージが勝ってる。タルいらんかったかも。シャシャリタ今タルトしか。さあこんぐらいやりすぎてるとえぐいカウンターが来そう。うん、やらい、お、熱っ、よっ、
ライドラ、うお、ライドラ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 、マジで神神神。しかも墓石使ったんで、バル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 、あつ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 、神振り神振り神振り、来た来たね、チャンスだ、突然に。いや、これ終わったっしょ、墓石ないんでね。おーい、さあ、撤回します。チェーンスキル相性いいです。フェリモンだと、この方だとね、もしかしたら相性いいかもしれません。はい、さあ、というわけでこちらのバルフリめちゃんこ強いんでね、ぜひやってみてください。ちゃんと高評価もお願いします。では、大塚ちゃん、したまたね。